皆様こんにちは成でございます、えー、本日は、えー、ちょっとね気になる本がありましたので引き続きちょっと本の話題ですがあこちらでございますね、えー。MacBook の使いこなし術ということでこれはもう実はですね、えー、5月号の「 5月8日発売の本だったんですけれど前一度本屋さんでちらっとこうこの表紙を拝見しててきちょっとずっと気になっていたので、えー、昨日ね、えー「スイート」という本をさあの 購入した時に、ついでに、ついでにって言ったら変ですけど、あ、これを思い出したので、えー、探して購入してきました。以前に置いてあったところになかったものですから、随分探しました。でもね、えー、数冊ありましたので、えー、これですね、ちょっと私、まだ全部しっかりは拝見してないんですが、 あとねあの座談会とかね、えー、でしょうインタビューを受けてる方のちょっと気,な気になるタイトルとかあったりしてあとでじっくりね、えー、読ませていただこうと思っているんですがこちらねあのー、まあ920円お値段はね920円で出版社が「A 出版」というところの本なんですけれど、えーね、これもうなんかちょっと。 まあ、一番気になるのがです、ね、<laughs> あの私あのタイトルすごくパッとあの引かれたんですがインタビュー記事でね、えー、あの高橋さんっていう方が写真選んだり動画編集したりはマックの方がやりやすいんだもんというね <laughs>、えー、このタイトルがえっ、ー と思ってあーやってやぱりそううよねっていう感じでした、ねえー、それでまあ中をねちょっといろいろ一部ね、えー、読んだところもあったりあとは、えー、ちょっとねパラパラ見て、えー、感じたりしたところがちょっとね一番気になったのはですねなんと全機種マックのね、えー、機種の比較表っていうのがラインナップが出てるんですねね、えー、こんなに全部出てるというのは、ね、結構ね。 あの珍しいんじゃないかなぁと思うんですね。MacBook の十二十三、そして MacBook Pro の十三、ノートタッチバだったりとか、何せ一二三四五六種類の MacBook のね比較表が。 出てておりましてこれはとてもね、えー、あの購入する方には参考になると思うんですね。えー、それとねあとですねありがたいことに初めての Mac 操作ガイドというのがありまして私 Mac はねちらっとねあのノートパソコン触ったことはあるんですが実際に私があ購入して Mac を使ってたいうことはないんですね、えー、なのでもしね。 えー、私があ MacBook を買った時に、えー、あのこれはとってもね参考になると思いまして、えー、とても丁寧な、ね、説明が出ておりますそれとあとですね、あのー、これに、Mac、あの要するに MacBook の周辺機器なんかも出ておりまして、えー、とっても参考になりますよね。 なのでねこちらねこれからもちょっとね、えー、きちんと読んで、えー、やなんかねさあの参考にねしていきたいと思っております。今私ねパソコンが壊れてしまったのでありませんのでね、えー、だけれどあの今ねやはりパソコンがないとちょっとあのなんだろう 不便かなってていうのがありましてねでなぜ MacBook かと言いますとやっぱり iPhone とか iPadPro とかあそれとかあの時計ですねアップル社の時計とかで全部連携されているのが要するに。 それがもうとってもいいので使いやすいんではないかなと思っておりますね。えー、なのでこれねほんとねあの本当はねこれアマゾンで見たら目次はね、えー、あの公表されてたので言ってもいいのかなと思うんですけれどね、えー、目次としてはまあね、えー、結構ね面白いですね。 あのちょっと私が口頭でピックアップして気になったところだけをね、えー、MacBook の AirMacBookKMacBookPro、えー、の比較というのが多分ね出てるんだと思うんですね何ページかにわたってね、えー、出てるようでございますねでそして、えーまあ、スピックで選ぶ MacBook シリーズということとで簡単 MacBook のセットアップという項目があって、えー、システム設計 環境設定でもっと快適な Mac に調整。初めての Mac 操作ガイド。こちらですね私が一番気になってるのはね。えー、なのでそれからだから MacBook を選び続けるというね座談会がねちょっとね気になっておりましてね、えー、こちらの方もちょっとこれからねじっくり読ませていただきたいと思いますね。えー、で、まあ、MacBookAI をもっと便利にするアクセサリーだったりとかあそういったね えーえー、自分でできるトラブルシューティングとかね、えー、アップル製の基本アプリ、えー、マイクロソフトやグーグルのソフトたちエンジニアが MacBook を選ぶ理由 とかですねマックブックのキーワードということでねえとっても気になる本当にね私があの興味深い思っていることが全てこの908円でこの雑誌の中に収まっているのでそれとねもう一つねえー、っとねマック専用の本で気になるものもあったんですがそれはね実際に私がもし MacBook のノートパソコン購入した時に、えー、そちらはちょっとまた検索をしてまた本屋さんに行ってあればあ購入したいですしなけ,なければアマゾンさんかなんかでねこあの検索をして、えー、購入してみたいと思っておりますね、えー、なので早くね私いやもうそろそろもうあの去年ね、えー、パソコンが壊れてから、まあ、私の YouTube はあどちらかというと。 iPhone だけでできますよということを、まあ、歌っておりますのでなくてもなければな,ないで、えー、できますけれどまたそれ以外 YouTube 以外のことでね、えー、ちょっと必要な時があるものですからあ、まあ、YouTube が全く関係ないかと言ったそうではなくって何、えー、だろうな、えー、ちょっとあの編集でちょっとこの部分をカットしたいんだけれどあの例えば あのあれですね、ライブで,す、ね、ライブであのこの部分はいらないというところをカットしたいんですがそれがねやっぱりパソコンじゃないと難しいんですねできないので。 できたらパソコンがあるとそしてあの音楽をねやっぱり使うのに、えー、パソコンがあった方があ YouTube さんの、えー、フリーの音源がねたくさんあるわけですけれど iPhone では限られてるんですね音楽がね他のあの無料アプリもあるありますけれどだけれどおタイガーがちょっと著作権ね引っかかってしまうもんですからやっぱりパソコンがないと、えー、音楽をどうしても使いたいなという時に にはあのパソコンがあった方が幅広い音楽の中からね、えー 曲があのチョイスでできますので、えーまあね、iPhone だけだとどうしても限られた音源になってしまいますのでい,あいつも「成尾さんこの音楽ね」って思ってらっしゃる方もいると思うんですが、まあ、それはそれでね私のテーマ音楽みたいになっていいんではないかとは思ってはいますけれどでもね動画によってはやはり、えー、ちょっとね違った音源を入れてみたいというのもございますのでね、えー、それがねスッとできるのはやっぱり パソコンななのかなと思いまして、えー、まあ今年でねもう5年目に私 YouTube を始めて、えー、途中突入しましたので入りましたので、えー、そろそろもう iPhone5 年間、うん、きっちり使って YouTube のね、えー、動画を撮って編集をしてアップしてきましたので、えー、そろそろパソコンやカメラを使った動画もね、えー、やってみたいというね。<laughs> えー、興味がね前,前からあったんですが、まあ、私がね、えー、こんな風に iPhone だけで、えー、簡単にできますよということを歌っていましたのであえてなくてもできると思ってあるものでね、えー、できるということで頑張ってきました。あだけれど今後はやはりこういったね、えー、あごめんなさい、えー、MacBook がね欲しいですね。えー、そののためにはもう少し頑張って早くあの 収益が、ね、もっと出るように、えー、そうしないとちょっと高いですからね、えー、特に編集をあーしようと思いますとやっぱりそれなりのあかなりのスペック数が必要となってきます。そうなると うんそんなお安くはないですからね今の私の収益ではパッと右から左に混受、えー、することがちょっとねなかなか難しいございましてだからといって、えー、私の貯蓄からね使うのはちょっと違うかなとそこはちょっと分けてやっているもんですから意外とね YouTube の動画 アップす、ね、経費がかかっておりまして何をするにもやはり経費が発生しますよね、えー、撮影行くにも、えー、交通費だったりね出かければそこでお食事もしますし、えー、それとかあの、まあ、最近ね、えー、ご主人のね、えー、あの集め、まあ、神社参拝に行ったつい ついでにご支援を頂戴してきてるんですがそういう時もやっぱり参拝料とかそしてご信用をねいただくための費用とかあの発生しますよね。なのでそんなに頻繁にねあの今の私はお出かけができないのでそういったこととかそしていろいろあの 皆さんが一番ね、えー、楽しみにしていらっしゃるのがあ年に一度のハロウィンの動画ですよね。えー、それもやっぱりパソコンがあればもっとね、えー、きちんとそしてカメラですね、えー、カメラがあればもっと違ったアングルで、えー、綺麗な動画が撮れて、えー、そして音楽も使えて、えー あのより一層ね、えー、楽しんでいただける動画があ作れるんじゃないかと思いますので、えー、今後はあの私カメラとか。 えーまあ、ビデオカメラにするか一眼レフにするかミラーレスにするかちょっと悩ましいところですがまあこういったところを考えてそのためにやっぱ MacBook ちょっと事前勉強じゃないですけれどしっかり頭の中に入れておいて、えー、手に入れた時に、えーまあ、スッとできないかもしれないですがまあまずね触ってみてあの慣れるより,覚え,より覚えるより慣れるですね。<laughs> 何を言ってるよ ですがそういうこともありますので、えー、ぜひこちらをね私、えー、しっかり読ませてとってもこれおすすめで超おすすめな本でございます。えー、あの900 20円でこんだけ情報の詰まったあの MacBook のための本っていうのはなかなかなかったので、えー、すごくこれ気になっていたんですね、えー。なので、もうすごく探して購入してまいりました。あ、よろしかったら皆様もぜひ参考になさってみてくださいませ。えー、ということで、いつも皆様方ナリアのチャンネル視聴していただきましてありがとうございます。またお会いいたしましょう。なりわでございました。では。 よし <music>